おはようございます。ミルクサッカーアカデミーの大ミルク佐藤でございます。今日の話題は朝からこんな衝撃的な話、ドン遺跡考察でございます。浦和レッツ中島翔也誕生が、そして町田がサイドバック鈴木淳也獲得へ、鹿島マントラ常本モ吾敬が欧州挑戦が、など、今日は 5個ほど持ってまいりましたので、一気に行きたいと思いますよ、皆さん。えー、昨日、実は私、あの、ゼルビア対ベルディの試合に行ってきて、すごいエモい試合で、もう試合見ながら僕泣いちゃってたりとかしたんですけど、まあ、そこから2時に寝て、何か出ると思って3時間睡眠で現在5時50分から収録をしております。さあ、行きましょう。こんな話題が出てきたからね、プラス、 あとで話すんですが、ちょっとね、鎌田大地選手、いろいろ言われてるところがあるんだけど、ミランじゃないなんかここなのかとか言われてるけど、佐藤的にここなんじゃないかって、まあ以前言ったところが一箇所あるんですけど、やっぱりそこなんじゃないかってところが出てきましたので、伝えていきたいと思います。なのんで今日もどうぞよろしくお願いします。って一直きたいんですけどえ、チャンネル登録のほどできればよろしくお願いいたします。そしてですね、もう一個こんなのもあります。 我々、来週7月18日、えー、トークライブを、えーえー、渋谷のロフトナインさで7月18日19時から行います。現在、概要欄でチケット発売中、オンライン配信もあります。平日なかなか難しいよって方もいらっしゃると思いますから、ぜひよろしくお願いします。フィーチャリング、エルゴラスさん、代表の話、鹿島の話、川崎の話をもちろんさせていただきますが、J1、J2、J3、そして、 他にも話していくことはあったりするんです。もしお時間を合う方というか、ぜひ僕らに会いに来ていただけると嬉しいでございます。ぜひよろしくお願いします。いてことで今日の目次いきましょう。改めてこちらでございますと、中島翔也浦和が獲得へ、そしてたらその代わりモーベルグさんがギリシャへ移籍しちゃいそう。 常ねも吾選手がスイスへ、鈴木純也選手が町田、プラス鎌田選手の話ということになっております。まあ、いろいろありますので、一チームごとというか、えー、いきたいなと思いますので、えー、ここから参りましょう。まず一チーム目は、やっぱり、浦和レッズ。浦和レッさんは、先週ですよね。 えーまあ、エッカニットパンヤ選手もそうですし、あとは阿部寛樹選手もですしそうですし、まあ、そういう話がまあ上がりました、上がりましたとかね、えー、いろいろ出てきましたけれども、えー、今週出てきたのが、というかこの月曜日の2時でしたか。 出てきたのが、まあ、モーベルグさんが、えー、アリス・テッサの抜キというギリシャのチームに行っちゃうんじゃないかという話と、えー、中島翔也選手を浦和が獲得するぞという話でございます。まあ、整理していきましょう。まずはは、まあ、アウトの話から行きましょうか。モーベルグさんでございます。えー、現状ね、この夏で、リンセン選手、シャルク選手が移籍しちゃうんじゃないかっていうのが出ていて、先週、えー、仙台へ松崎海選手がレンタルで行きました。 でモーベルグ選手に関してももしかしたらアウトがあるんじゃないかという話になっていたんですが週末あたりからギリシャ方面からオファーがあるんじゃないかという報道が出てきて、えー、月曜日の朝段階でやっぱりそれが本当なんじゃないかと、えー、去年は ACL、ね、含めてめちゃくちゃ活躍していた、えー、モーベルグ選手ではあるんですけれども、えー、今年でいうと9試合かな。 出てまだノーコールということで、スコルチャ監督になかなか戦術的にはまってないんじゃないかという形ですよね。そこに大久保選手の台頭もあったので、まあ、なかなかというところにもなっているでしょうかと。まあ、そこでね あの僕はもともと、裏木さんでそのモーベルグ選手がちょ来た時にあにこんな選手なんだよみたいなことも話させていただいたりとかありましたけどまあちょっとなかなかねなぜか今年とか今シーズンはまってないというところがあるのでやっぱプレイヤーですからそしてあれだけすごい選手だってことは我々も分かってるじゃないですかなかなかこうはまらない戦術フィット難しい状態 うーね、やっぱカットインからのゴールあとクロス、ああいうのも我々ずっと見てきましたから、やっぱ出られる環境に行くっていう方がやっぱりみんな平和なのかなっていうところも幸せなのかなっていうところもありますから、ちょっとこればかりはしょうがないところもあるかもしれません。ただ、その代わり、えー、中島翔哉選手がという話になっております。なんで、まあ、中島翔哉選手に関しては先ほど目次にちらっと書きましたけれども、えー、神戸がもともとオファーを出していたというか、あとは 韓国のチェジュが出しているみたいな話があるんですが、一番中島翔也選手的には一番、えー、本当はね、やりたい、ヨーロッパからっていうところはまだオファーがない模様で、神戸とかチェジュとかとの獲得レースに関しては浦和が、まあやっぱり ACL とかね、 優勝しましたし、あとはやっぱりザイオン選手の話も今出てるじゃないですか、それ考えると、まあ、それが本当かどうか分からない部分もあるけれども、移、ま、籍、あ、金が入る、まあ、あとは偽薬マ,マキスマネーがまだ残っているとか考えれば、まあ、中島翔哉選手、別に移籍金今かかる状態じゃないですし、まあ、全然取れるレベルかなと思います。名前的に安倍裕樹 中島翔也なんて名前を聞くと、結構僕らとしてはビッグネームってところがあるんだけど、実はパン屋選手のレンタルも含めてですが、移、ま、籍、あ、金かかってるわけじゃないんです、そこまでべらぼにめちゃくちゃ金かかってるってわけじゃないですから、これでザイオンもモーベルグンもみたいな感じになってくると、やっぱお金ドーンって使える先一個あるんじゃないかと思うから、 やっぱ真ん中で1人取るって感じ、リアルなんじゃないかなと思います。僕はこういう風に前線のメンバー書きましたけど、もうこうなってくると、例えば左中島翔や足す阿部寛樹で、 で、右に大久保、関根、ね、で、早川くん、安井くん、小泉くん、真ん中、プラス、まあ、パンや、ンド高橋、としきを右左にも使えた上で、えコウロキさん、オセカンテさんともう一人センターフォワードをドーンとしたの取ってくるみたいな感じはあり得るのかな、なんていうふうに思っております。まあ、やっぱね、誰がどう見たって、そのさっき言った林ンさん抜けるってのがあるから、単純にね、 これ早川君も黄色にはしてますけど、まあ、松崎さん、林泉さん、シャルクさん、えー、抜けて、モーベルグさんも抜けって考えると、それでパンや、安倍中島、プラスセンターフォワードだったら、むしろまだもう一人ぐらいアタッカー取ってもおかしくないんじゃないかっていう、数的に言っても44って形だけど、多分まだあるんだろうなっていうのはちょっと思うので、まあ、やっぱり僕も裏木三回でいろいろお話もさせていただきましたが、まあ、誰取るかまだ分かんないですけど、まあ、 すごい選手取ってくるでしょうから、ちょっと楽しみにしたいところではありますね。では続いていきましょう。今度はこちらでございます。鹿島アントラーズです。まあ今思えばって話ですけど、まあ常本選手にオファーって言われて、まあもちろん今びっくりしてる方がたくさんいると思うんですけど、納得されてる鹿島サポーター多いんじゃないですか。鹿島サポーター以外は、 びっくりな人もいるかもしれませんけど、鹿島そばは納得してる人いるんじゃないですかああ、なるほどね。これでちょっとピースがハマったわ、じゃないですけど。何かというと、こちらの獲得のいわゆる内定済みの選手で一人、あの、関西学院大のあの、能の選手、取ってるんですよね。 で彼が右サイドバック、一応センターバックとセンターフォワード以外だったらどこでもやったことのある選手ってことになるんですけど、今日右サイドバックの選手なので、広瀬、常本、能の実力者3人来期になっちゃうのって考えると、広瀬を左に回すから、常本、能ので行くのか、 でも単純に右3人ってことは、常本もしかして、なんて思ってた方も少なくないんじゃないかなと僕は思っておりますけど、今回、えー、常本選手がオファーを受けているのはどこかというと、こちらです、えー。スイス、まあ1部リーグ、えー、昨季はなんと2位でした。えー、のセルベットというチームです。1位はヤングボーイズでした。なので、えー、来季はですね、来季っていうか実はですね、あの、7月、 あのもう来週、再来週からもうリーグ始まるんですよ。開幕戦グラソッパーなんですけど、まあ、ただ2位だったので、チャンピオンズリーグ予選も一応2回戦から登場できるから、もしかしたら本戦いけるっていうチームでもあるんですよ。で、もうすべてここです。えー、今期からレネ・バイラーさんが監督就任です。もうこれでは理由は、ここまで運んでたのになんか、能野さんがどうとか、 なんか、もしかしたらね、実力者らしい、いあるじゃないのとか、三笘君とか抑えたね、経験とかもあるからね、なんていろいろあるんだけど、まあ、これをレネヴァイラー就任、まあ、これですで、右サイドバックがこのチーム3人いるんですけど、うち2人が10代で、いわゆる2004年と5年だったかなの、えー、生まれの人だから、 ちょっとまだその経験値としてはっていうところがあって、で、もう1名だけえ、だからレギュラー格の選手がいらっしゃるんですけど、おそらくはだから、もしかすると、レネ・パイラーさんからすると、その選手が、えー、構想の中としてはハマってないってことですよね。もうちょいこう、対人が強くて、上下動画できてっていう選手が欲しいな、あ、常本がいるじゃないか、と。 考えた可能性がとても高いというかそうでしょう。あとはだからもう一人僕はあるんじゃないかなと思ってて、なんならエレケさんっていうケースもプラスアルファで、やっぱね、教え子として持ってきて、ただね、ご自身が先に解任されてしまってみたいな感じになりましたから、 根滑、根本、ね、さんプラスそのままエレケさんももしかしたらなんていうケースはゼロじゃないんじゃないかなとは思っております。とはいえただ、かしももうこれで貫本選手出るとノーノス選手に関しては来年から来るわけなので1人右サイドバック足らなくなるってところがあるからもしかするとサイドバック兼任の誰かとかもしくはまあセンターバックもねキム・ミンテさんが湘南行ったのもありますから。 もう1人、今、津久井選手も確かちょっと怪我部分もありましたよね。なので、センターとサイド両方できる人なんてことを1人取ってきてもおかしくはないんじゃないかなと思っております。もともとおすすめ候補に僕は柴崎学選手とかなんか入れたりもしてたんですけど、ちょっと前目のポジションよりか、後ろ1人補強してもおかしくない状況になるんじゃないのかなと思っていますが、果たして今後どうなるでしょうか、セレベート、そして行っちゃうのかどうか、このあたりもちょっと注目ですが、恒本選手、やっぱりね、あの今年はなかなか出られないタイミングと もしかしたらその出られないタイミングっていうのはもっともっと前からオファー来ててなんてケースもあったりしないかななんていうふうに考えたりするところではあります。そして、えー、国内ではこんなことが起こってます。どんえー、ちょうどね、町田対ヴェルディ2 2の試合を僕も見てきた直後だったんですけれども。 おおまあ、この中にプラスあれば鈴木純也という形になります。FC 東京から。FC 東京この間、京都から白井康介選手を獲得ってことがあって、で、そこで見る若というか僕としても話したのが、えー なんかね、報道では中村穂高選手が怪我してるからその補填みたいなところも考えてるんじゃないかってありましたけど中村穂高選手が確かに怪我してるのは間違いないんだけど他にサイドバックたくさんいる上でただ小泉圭選手が、まあ、プラスアルファやってる状況だってのがあって。 そう考えると、1人まだ多いんじゃないか説もあったから、すると誰か出る可能性、鈴木純也選手なんじゃないか、それがだから、もしかするとあのチームなんじゃないか、このチームなんじゃないかって話してましたけど、まあ、町田が取るということになりました。あのね、町田、もっと前から僕は取る可能性があったっていうふうに、うちうちでとか、ちょっと話してるところはあって、というのもです、ね、2021年、あの東京に来る前ですよね、2021年6月だったと思うんですけど、ちょうど2年前。 あの私ね、あの e m a さんの方で、あのゼル t s という番組に少し携わらせていただいて、こうデータマンって感じで、プレビューを作ったりだとか、いろいろ今回の試合に関しては、あの選手メーカーみたいなことをブースの裏のところに貼っていただいて、そのね、お手伝いというか、お仕事させていた,だい,たいただいたりとかあったんですけど、その時になんこう、だから毎年こうやってるから、よりこう記憶してるのが、その2年前の6月に、町田が秋田と当たった時にあに、直接フリーキックのゴール含めて、1ゴール、1アシストで、 こう町田が敗れるみたたいな時があったんですよでなんかその時からの傾向としてというかやっぱこう対戦相手でやっぱベラボうにこれまあこれは J リーグとか、ね、それこそ町田だけに限った話じゃないですけど。 おーめちゃくちゃその自分の対戦相手で活躍しましたよってところは、やっぱり一番目を向くじゃないですか、だから多分当時に関しては、それで東京の方うが、まあ、J1 でもあったのでってなったと思うんですけど、今の状況で考えると、なかなか出られてないってところから、あ,のあんなにすごい選手だってのは、僕らからしたら分かってるよってところから、まあ、獲得にこう名乗りを上げたんじゃないかなっていうところは、まあ、ありますよね。 まあこれだから、ヴェルディーからバイロン、バスケス・バイロン選手、あと国士舘大から望月選手、あとクオンからね、えー、高崎選手と、いますけれども、まあ、いわゆる4人目、まあ、あとは移籍っていう意味では、選手についての2人目 2> ということになるのかなと思います。鈴木淳也選手は、右も左も、ね、できるサイドバック、あとはセンターもできれば、ウィングバックもできるから、まあ、今のね、可変だ,だったりだとか、あと、試合内途中で3バックやったりすることも多いチームなので。 あイラもうね、めちゃくちゃたくさんのポジションで生きる選手でもありますから、かなり、まあ、うってつけなんじゃないかなと、怪我人もね、ちょっとゼルビア多くなってるところがあるので、あるんじゃないかなと思っております。そして、ラスト、今日のラストは、目次の下で、ここでこちら書かせていただいたら、鎌田大地選手。佐藤の考える本当の移籍先。動画でチらっとでさ、この動画かな鎌田大地争奪勃発。 という動画の中ではチヤッと話してるんですけど、佐藤的にはね、ちょっと思ってるのがマンチェスター・シティなんじゃないかなっていう風に思ってたりするんですよ、なんとなくなんですけど、これはですね、あのその動画の中ですでに話してて、まあ、こんな、こんな日を作って一番下のところにシティとかもあったりっていう風に書かせていただいてたんですけど、まあちょっと。 とこれに関してはここまでで結構な時間数にもう来ちゃってるところがあるのでこうしましょうかね別途動画収録したいなと思いますのでぜひぜひちょっとそちらも見ていただければと思っておりますそっちで詳しく話しますまもちろんソシエダとかねインテルとかの可能性もあると思いますけどまあどうなるかってところもありますからということで で、遺跡考察でございました。中島修也選手がやってきた。これはもうとんでもないことになりますね。 えー、なかなか、うっこですげえ打開できる、こう、アタッカー、ウィンガーなんてことが一人やってくると、随分い,いろんなこと変わりますからね。さあ、どうなるでしょうかということで、現在6時5分になりました。えー、15分の動画を一本取りで、もう本当にノーカットで、まあ、いつもノーカットですけど、やっておりますけれども、はい、ということでございました。えー、皆さん今週もね、えー、なんかめちゃくちゃ、 今日なんかもめちゃくちゃ暑いみたいなこともね関東なんかも出てたりしますからえなかなか水分補給とかあ塩分とか糖分とかいろいろとって倒れないようにしつついろんな遺跡情報もそしてえ今週もなんかレビューだったりなんだったりいろいろ出していこうと思いますのでミルアカもどうぞよろしくお願いいたしますということでノーミルクサトでございましたそして皆さんいってらっしゃいでは